第1回あやつりテレフォン。どうも、エビの小柳。どうも、ヤンカーニッチ。いつだでしょ、ニッチプレイボール。今日何でも皆さんお誕生日おめでとう。プレイボール始まります。よろしくお願いします。 YouTuber に電話をかけていこうかなと思うんですけども、はい、まあちょっと普通にかけてもやっぱ面白くないんで、まあ、普通の電話になっちゃうもん。だから今日はですね、より電話を面白く操れるやつを決める操りテレフォンというのをやっていきます。以上、ルールといたしましては、はい、じゃんけんで負けた1人が電話になります。今日電話するやつがめっちゃ大変なんで、うん、なるほど。残り3人は指示を出します、うん、とにかく面白く操れたやつが点。はい。あ、今日電話側じゃなくて操り側の王を決めますんで、一応レズが見てますから、より面白い指示ができたなと、盛り上げられたな、盛り上げられたなってやつはその1回の電話で1点。今日でまあ王を決めると、まあとりあえずだからじゃんけんに負けると操れませんので、まあ何回かやりますから、はいはい、それでいきましょう。それではやっていきましょう。ファイア。じゃあ電話式から決めますか。じゃあじゃんけんしますか。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、行こうでしょ。電話式、なるほど、電話式が一番嫌なんで。誰に電話かけます。ヒヨカ、アバか。あ、アバでもいいんじゃない。あえて釣り目いっちゃう。釣り目かな。オッケー、じゃあ釣り目でいきましょう。はい。で、一応3人が順番に出すってよりは、まあ例えば3人一気に一斉に見せたら、まあやりやすいのが別に順番に出すのは構わないんで。あ、なるほどね。はい、それはで一旦移動してもらって、一応ルールとして、あいつ操られてない時は別に普通の電話、コラボをするに向けて別に普通に電話してもらってよくて、で一応さすがにしたくないぞっていう、したくないないぞっていうのもあるかもしれない。あや、これはちょっとごめんできないわっていうのが出てくるかもしれない。一応パス1回、1回。じゃあかけてもらって、はい、操りテレフォンやっていきましょう。お願いします。はい、ゴッド会員。もしもし。もしもし。あ、今大丈夫？今大丈夫。いや、あのさ、俺夢があって、うん、あの夢があるんだけどさ。急に感じた。そう。あ、いや、俺の夢語る前にさ、釣り目の夢もちょっと聞きたいんだけどさ。俺の夢？あ、でも俺はでもやっぱ動画でいつも言ってるんだけど。うん。あ、待って、釣り目顔にゴミついてるよ。あ、ほんと？マジで？ついてる、ついてる。あの左、左、近くにいんの？左頬、え？近くにいんの？近くいるよ。コラボ、コラボ、コラボ。こんにちは、マックス。俺の夢は、夢聞かせてよ。前から言ってるんだけど、うん、エジプト行きたいんだよね。エジプトね。めっちゃいい夢じゃん。マジ感動した。感動した、マジで。大丈夫、大丈夫、どうした、どうした。もしもし。もしもし。大丈夫。死んだ。あ、生きてるよ。あ、大丈夫、よかった、よかった。いや、なんか、電波悪かった。いや、ちょっとエジプト行く夢叶えないと。いや、それでさ、動画撮ろうって、言う電話なんだけど。あ、いいよ、全然。いつがいいかな、7頭か6末が。いい。だけどさ、7頭がいい。うん、じゃあ7頭だと2周目の末ぐらい。ちょっと確認するわ。じゃあ、あとシルクさん呼べる。シルクロードフィッシャーズの呼べる。あー、きつい。呼べたらでいいんだけど。78あたりで、で俺らの企画はバンバンジーサラの選手権するから。バンバンジーさん、バンバンジーわかるよね。バンバンジー、バンバンジー、あれのサラダの選手権するから。バンバンジー選手権。違う。バンバンジーサラダ。バンバンジーサラダ。バンバンジーサラダ選手権するから。あとこっちちょっと多分5人になるんだよ。トモヤ2人連れてってもいい。トモヤ2人。トモヤ2人。よし。あ、いやでも。バンバンジーサラダだと、うん、シロクさんか中山きんに君さん欲しいんだよね。呼べる。あ、中山きんに君は無理かもしれない。シロクさんはいける。シロクもちょっと予定かけにしないとわからんかもしれない。確かにそうだね。うん、とりあえず7月の待って、あと筋肉といえばなんだけどさ、エグザイルとかさ、うん、いけない。連絡取れない。あー、
かんね、無理かもな。エグザイルでしょ。え、そう、エグザイル。エグザイルでしょ。ソーライジングサー、日はまた昇ってゆく。ほら入れといて、危ない危ない、ほら入れといて。めっちゃやだ俺これ電話し。いやでもよかったよ、いい操られ方だったよね。そうだね、一番面白操りしてた3人の中の1人を。これはもう真柳さんでしょう。よしどれが良かったね。いきなり夢だったね。それ良かったね。これ良かったね。こういう感じ。なるほどね。じゃんけんいくか。いやマジでやだかも。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。よし、よし。ねえ。本当にバンバン人選手権やるか。いや。年下の方が何かな。あ、全然年下で言っていいよ。たかし。たかしいいね。たかし。たかしおもろそうだね。いきます。はいはい。もしもし。もし。あ。もしもし。あ。アンパンマン、優しい君は、いっけ、みんなの夢守るため。たかしってさ、ゴリラに似てるってよく言われない？ゴリラ？うん。いや、あんま言われないっす。あ、嘘？はい。じゃあ、あの、今度コラボするじゃん。はいはいはい、はい。じゃあ、その時ちょっとメガネ割らしてほしい。メガネ？うん。全然いいっすけど、なんすかこの電話。え、俺分かる？誰か分かってる？え、トモヤさんっすよね。あ、そうそう、俺だよ、俺。いや、俺、序盤にコブラトモヤンドリルドリルだよ。え、なんすかこの電話。チーターって呼べる？え、なんすか。チーターって呼べる？チーター？うん。誰のことっすか。いや、チーター呼べる？あ、チーターを呼ぶんすか。そう、呼ぶか、メガネ割るか大阪出るかどっちか決めて。マジ大丈夫ですか、トモヤさん。大阪出るか、メガネ割るかどっちか決めて。え、全然病院紹介しますよ。え、手垢新地の近く。はい、そうっす。あ、手垢新地の近くの病院。そうっすね、行きつけの病院あるんで、僕が。ウェー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 ラッキュー。ウェー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 ラッキューラッキュー。腰気色悪い、気色悪いっすね。あれちょっとじゃあ、手明かしは大丈夫そう？時間。ここからちょっと本題なんだけど、手明かしにしか話せないことがあって。手明かしやめて。手明かしやから。手明かし、ちょっと俺実は借金やってる。借金。借金？5000万。5000万？ 5000 万借金なんだけど、もう今ビデオ通話にできる、ちょっとそれについて。ビデオ通話？ビデオ通話。今ちょっとイオンいるんですけど。あ、イオンいいんだ。手明かし。そうなんですよ。全然できますけど。ちょっとお願いし、ありがとうね。ちょっと俺、聞こえる？あ、ペロアヤもいいんだ。ああ、僕も。お疲れ様。ずっといました。俺、5000万チンチン借金あんだ。いや、ずっと頭おかしい。イオンだもんね。ペロアヤ、俺の代わりに5000万チンチン借金返せる？ちょっと。5000万チンチン借金。日本円でなんぼすか。5000万チンチンは。どんな人？一人では愛してるだなれざれ曖昧で切ないだけ。やりすぎマジで。いや頑張ったな。あ、やりすぎてるわ。これはきついわ。たかし引いてたもんな。き
すごいマジで動画出るまでネタバラさずいてこれは誰がむずいね操りとって結構みんなおもろかったですね変な空気にさせちゃってる場面もあったからそうだねそこの駆けつけあっちが笑ってくれないとこれ意味ないからねいやぁ千葉から千葉だよゴジラは周辺だって意味わかんないゴジラの中で何シンプル叫び声あー負けたくないなまあラストくらいですかねいきますか最初はグーじゃんけんぽいよー！やられたー！あぶねあぶねなんて？ごめん、取り乱したってきたら、たかしが芝居確定だ。怖いてー。初ライン確かもなんか。そうだね。たかしが初ライン。たかしいけるたかし、ごめん。逆にたかし。いや、あえて2連かけるっていう。まあ、うん。あれ意外に電話 NG になった着拒したあ、もしもしえ、今大丈夫おはよういや、ちょっとさ、おはよう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 いや、今ちょっと時間大丈夫かなと思ってちょっとだけならあ、僕ドラえもんですあ、ごめんなさい、ちょっとごめん、取り出しちゃったいや、お前ごめんなさいよ新アルバム聴いてくれたかなって思って曲聴きましたよ、うん、いや、何が好きだった恋人がボックスで幸せそうにしてる僕ドラえもんですまあとりあえず走ってイオン出てほしいんだけど。それは出てほしい。うん、今イオンでしょ。テロがクーラー買ってるから無理。はい。テロ置いてっていいからさ。え、なんなんこれ。たかし、しかたし、たかし、しかたし、たかし、したたき、たかし、たかし。たかし。もういいのに。たかし。はい。大好きだよ。ね、ありがとう。誕生日おめでとう、うん、ああ、ありがとう、ありがとう、ありがとう高橋の誕生日いつ11月1日。大好きだよあ、やっぱめっちゃ嫌い11月1日は嫌いだったわ高橋、本当に大好きだよ頭おかしなりそうえ、100万人行ったらさ、東京に家買おうよいや、変わんないじゃないですか高橋はい抱きしめていいいや、もう今大阪いるから無理やな大好きほんまなにやっぱめっちゃ嫌いやっぱめっちゃ嫌いえ、どっちえ、切っていい高橋はい大好きありがとう大好き、大好き、大好きこれからさ、これから大好きって呼んでいい俺のことを切ってもいいけどさうん切ってもいいってよ次来た時覚えとけよ、うん、え次来た時覚えとけよ切られた。トモヤンです。フヤナギです。ミッチーです。ガンボです。夕闇にいざない漆黒のエンジェル。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。ガンボです。しんどそうだと思う。しんどそうだ。ごめん、取り乱したって言ってどうでした今の。トモヤかな。大好きは確かいいところついてた。いやー、くそー。かわいそうになってきた、たかしが。日本そばがいい。